1971年の広島東洋カープでは、1971年の広島東洋カープの動向についてまとめる。この年の広島東洋カープは、根本六尾監督の4年目のシーズンである。根本監督の4年目は、山内和弘の引退を除けば、前年とほぼ変わらない戦力でスタートしこの年こそ、A クラス入りが期待されたが、4月は、 前年6連覇達成の巨人が開幕後に12連勝でスタートダッシュしたこともあり7ゲーム差の最下位に転落。それでも5月以降は阪神や中日に代わって2位に浮上したりするなど終始 A クラス争いを演じた。巨人の勢いが落ちた9月以降は阪神やヤクルトに代わって2位定着が期待されたが、 最後の最後で対応に蹴落とされて2年連続で勝ち越しながら4位となった。投手陣ではそれまで無名の藤本和弘が先発ローテーションに入り、8月19日には対中日戦で水沼志郎のリードに助けられてノーヒットノーランを達成。それ以外の投手も藤本に刺激されるように勝ち星を伸ばし、2年連続の勝率5割に貢献した。 打撃陣では6年目の水谷実夫が外野のレギュラーを獲得し、4年目の井上弘明も三塁手として、まずまずの成績を残し、4番に座った絹笠義雄や山内から背番号8を受け継いだ山本浩二は、手法としてこの年も健在だった。しかし、v 級へ突き進む巨人の壁は厚く、1975年の初優勝までチームは、 停滞期に入ることになる。ありがとうございます。